こんにちは事業専門の税理士川です本日の動画もよろししくお願いします本日の動画は次こそ青色申告を狙いたい人必見の動画になっています一緒に動画の方で勉強していきましょうそれではいってみましょう節税できる次こそ青色申告にしたい方向けに説明していきたいと思います まず本日の内容です。青色申告の特典を簡単にざっくりと紹介します。そして青色にするためにやるべき行動について2つ目で紹介します。そして3つ目、申請書を出さないといけないんですけど、その申請書の記入の方法について紹介していきたいと思います。はい。それではそもそも青色申告ってよくお得って聞くんだけど、どうしてお得なのか。青色申告って何について解説したいと思います。要件をクリアすると、税務上の特典が受けれるというものです。 要は要件をクリアすると頑張ってますねということで税務上の特典まあボーナスみたいなものがもらえるのが青色申告だと思ってくださいその要件が何かっていうとのルールーで記帳することとと退職表をを作成すすするるこここそして申申告告期限内申告することですねこちらの要件をクリアすると税務上の特典ボーナスがもらえるよっていうのが青色申告だっていうふうに思ってもらえると分かりやすいかなと思います、はい、それでは特典の方を紹介したいと思いますまず1つ目青色申告の 特別控除ですね。これが大きな。これ以外に、ね、今日今回挙げたもの以外にもあるんですけど、多分自営業の方だとこの4つのポイントが一番大きい特典になるんじゃないかなということで紹介していきます。青色申告特別控除です。こちらは最大65万円が控除されます。これは65万円、55万円、10万円という3種類控除があるんですけど、最大65万円控除がもらえるというのは、この青色申告においてお得な特典の1つになっております。そして2つ目、損失の繰り越しができる。もし赤字だ た場合、翌年以降に黒字が出た時にその前の赤字と相殺できるんですねこれすごくお得なメリットです白色申告だとこの損失の繰越はできませんですので青色だけの特典になっています3つ目青色事業先住者給与ですこちらは家族に支払った給与を経費にできるという特典です白色申告でもあるんですけど青色申告の方が上限額が大きいですそして少額減価償却の特例減価償却というのは固定資産 さ何かねパソコンや車など物を買った場合10万円以上の物を買った時に原価償却をしないといけないというルールがあるんですけどこちら青色申告を使っている特典の一つに30万円未満なら一括その年で経費にすることができますこれは結構大きいです原価償却って何とかね原価償却の特例ってどういうのというと詳しく解説している原価償却の動画ありますのでぜひそちらの方をご覧になってくださいかなり分かりやすく説明してますもちろん特例の方も解説しておりますので ぜひそちらの動画を見てみてくださいえっと、そして青色申告にするときに行動することですこれが重要ですまず税務署に青色申告承認申請書を提出することになりますこちらは事業所得や不動産所得あと三輪所得のみの青色申告は承認できますのでそちらだけご注意ください一つ目に税務署に申請書を出すことですそして二つ目のポイントです必ず提出期限までに出してください令和3年分を青色にしようと思ったら令和3年の4月15日までに この申請書を出すす必要があります今回締め切りが令和3年4月15日ってなってるんですけどこれは確定申告が3月15日までだったのが期間延長で1ヶ月延長されたのでそれに伴ってこの申請書の方も延長されて4月の15日までとなっております。確定申告時期になってあのやっぱりね今年青色にしようかなと思った時にじゃあ前回のこの3月15日までにその申請書を出しているかどうかが肝になってきます。もし申請 書を出していない場合はやっぱり青色にしようかなっていうのができませんですので必ず提出期限までに出してくださいでね、もちろん 令和3年分青色申告にしようかなっていう方は申請書を出すといいんですけどどっちにしようかなってまだ迷っている方も申請書だけ出しておくっていうのも一つの方法です。だとからやっぱり青色はできないので、えー、となるべくこう出申請書とにかく出しておくっていうのも一つのポイントかと思います。そして注意点なんですけど新規会議の場合はね会議を2ヶ月以内にこの申請書を出すというルールがありますのでそちらの方だけお気をつけください。それでは実際のね記入方法についてやっていきたいと思います。はいこちら 実際ののの所得税税申申告承認申請書書にになりまますすここに税務署の名前を書きますご自分が普段出している申告、ね、を出している税務所の名前を書いてください。そしてこちらは提出日です。この申請書を出す日にちを入れてください。納税地です。納税地はご自分の住んで、ね、住所地になると思うので、郵便番号、住所、電話番号を書いてください。これ3つ選ぶとかあるんですけど、該当するものを選択してください。そして上記以外の住所地なんですけど、これは自分が、ね、住んでいるところの納税地の住所以外に まあ、例えば事務所とかサロンお店が違う住所であるよっていう方はそちらの住所の方を記入してくださいそして名前印鑑あと生年月日を書きますそして職業ですこちらはね何業なのかを書いてくださいサービス業ならサービス業飲食業なら飲食業になりますそして屋号を書きます屋号はお店の名前ですねサロン名やお店の名前の方がありますもしねお店の名前やサロンまあ、ね、活動名つけてないよっていう方はクーランでも大丈夫ですそしていつから青色申告にしたいですかってなるのでこちら令和3年というふうに記入します 1>, 1番のこの住所のところはここの納税地と一緒の住所を書いておけば問題ないかと思います、はい。それでは所得の種類です。先ほど言ったよう、ね、に事業所得と不動産所得と三輪所得しかこの青色申請書は適用できませんのでどれに該当するのかを選びます。まずこちらですね。事業所得が大体の方が当たると思います。もしね不動産の所得であって青色に申告したいという方はこちらに印を打ってください。事業所得がビジネス。まあ、個人事業業自営のの方が該当すするものででそしして3番3つ目今までに、まあ、取消し受けたことが ありますかないですか?」って聞いてきますけどほとんどの方はこれはね該当しないと思うので「な、ま、し」の方に「丸を打っておいて OK ですさあそして4番目本年1月16日以降に業務を開始した場合ということでこの開始した年月日ね1月16日以降に新しくお店をオープンした場合はこちらの方に何年の何月何日というふうに記入をしてくださいそして5つ目もねこれほとんどの人こっちないになるかと思います相続による事業承継がありますかないですかっていうのでこちらになりますそしてね最後がちょっと迷うポイントだと思いますこちらですね会計 ソフトなどね使っている方はね簿記の方式を聞いてくるんですけどま複、あ、式簿記に丸を打っておけば大丈夫かと思いますそうすると65万円55 0万円、5万円交渉がもらえますまあ、簡易簿記でつけてるよって方はこっちにしてくださいで、青色申告のために備え付けるまあ、作る帳簿名を聞いてきますじゃあ一体ねその青色申告するためにどんな帳簿を付けますかっていうのを聞いてきますので該当するものに丸を打っていけば OK ということになりますまず現金水筒帳なんですけどこちら現金はねほとんどの方は使うと思う ものでこちら丸つける方が多いかと思いますあと売りかけ帳買いかけ帳経費帳もそうですね同じく作るまあ、出る場合は丸を打ちます本当に現金商売だけで売りかけも買いかけも出ないわっていう方はこちら外しても構いません固定資産台帳ですこれはね減価償却するものを記入する台帳になりますのでほとんどの方ね何かしらねパソコン買ったりエアコン買い替えたりとあるかと思いますのでこちらの方もつける必要があると思うので丸をつけて出せば問題ないかなと思いますもちろん固定資産ないよっていう方は丸つけなくても も大丈夫です。あとね、預金水筒帳ですね。これはね、通帳のことですので、通帳はだいたい皆さんね、今時ね、カードって もありますしね現金障害だけだっていう方は少ないと思うのでこちらの方もほとんどの方が丸をつけるかと思いますあと手形記入帳や債券債務の記入帳はこれはない方ある方いると思うのでない方はこのままに空欄で大丈夫です相関帳元帳も会計ソフトなど使ってね経理をしていくとなると自動的に出来上がってくる帳簿になりますのでこちらの方も相関帳元帳丸を打って出してくださいそしてこちらあとですねこちらの方は該当する人だけになるかなと思います入金伝票出金伝票振替伝票というのは本当に手でね経理をや いいるるっていう方が該当すす丸を打つとこになりますのでソフトを使ったり、まあ、Excel 使ったりしているような方はこちらの方を該当しませんので大体の方がこんな形で丸を打っていけば OK になるかと思いますまたねあの税務署の窓口でもこういう書き方教えてくださいと言うと教えてくれますので税務署の窓口に言ってこの青色申告にしたいんですって言っていただけると多分この用紙を出してきていただいてその場で書いてもいいですし一度持ち帰ってねじっくり書いてもいいですその際あの注意することなんですけど1枚しか提出しない 税務署の方にあの書類行ってしまって自分の控えがなくなりますので必ず2枚作るか1枚作ってコピーをするかどっちか手元に残るようにだけご注意ください。 はい他ねその他のとこも特に書くとこないですしここも記入する必要がないのでここもね関与税理士もね自分で作成する方は書く必要がないのでこちらで申請書の方は出せる状態になるかと思います記入方法は以上になりますそれでまとめです青色申告はね特典まあね頑張っているからということでボーナス得点がありますので節税に繋がりますですので皆さん会計ソフトなどうまく使っていただいて狙っていただければいいかなと思います2つ目がこちらですねその青色にしたいっていうのは期限がありますので申請書の 提出期限があるため注意してください必ず提出期限までに出すようにお願いしますはいそれではオンラインサロンを私は税理士川見のみの会議室ということで運営をしております税理士をねオンライン上で味方にということで月額制の完全会員制ですこちらもねメリットはやはり個別相談ができることですかね普段あの料金法でいくと私相談1時間1万円なんですけどもオンラインサロンに入っていただけると個別相談や個別の質問ができますのでそちらが大きなメリットかと思いますまあ、要はね顧問以外でこの個別 そのね、相談質問ができるというのがいいかなと思います。YouTube とかね TikTok とかのコメントだとやはりどうしても情報に制限がありますしこちらも、ね、時間にね、限りがありますので全部のコメントを返すってことができませんのでこちらのオンラインサロンの方は質問や相談を答えておと返信の方しております。あとは税理士の裏側を公開しているってとことですね。YouTube とか TikTok はもう,こう淡々としゃべるだけというかね、こう説明していくっていう形になりますので私のね、えー、と普段どうやって仕事をしているのかなとか税理士の裏側を公開していたりとかあと YouTube の裏側を公開していたりとか YouTube や TikTok の裏側というのを公開しているのは、まあ、投稿していっているのはオンラインサロンのみになりますので、そういうものね知りたいなとかという風にビジネスをしているのかなとかなんで税理士が TikTok とか YouTube しているのっていうのが気になるような方はこちらの方を検討していただけるといいかと思います。また個別相談もできるので税理士をオンライン上で味方につけたいという方は概要欄に URL を貼っておきますのでぜひぜひクリックしてみてください。はいそれではチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントやねグッドボタンいただけるとすごく嬉しいし励みになりますので。 ぜひぜひお願いします。はい、それでは本日も動画最後まで見ていただいてありがとうございました。JLC 川南でした。それではまた